日本人はあまりにも嫉妬がひどくないですか。自分で努力で成功を勝ち取った人にさえひどい言葉をよく言います。旧ソ連の誰かが日本はそれ以上に社会主義国だみたいなことを言ったらしいんですけど、もしかして日本には社会主義の方が向いてますか。まあでも実質社会主義ですけどね。そのアメリカって法律で違法とされてないことは好きにやっていいですよ、いくらでも好きにやってくださいっていう国なので、通貨を発行してはいけませんっていう法律がないので、勝手に通貨を作って勝手に配ったり支払ってる人っているんですよ。要はその例えばじゃあひげおやじドルっていうのを僕が作ったとして、でひげおやじドルってめちゃめちゃキラキラした金貨を作りました。でお店に行ってこの T シャツくれよ、でこのひげおやじドルあげるよって言って、お店の人が あいいよって言ったら別にそれは OK なんですよ。でひげおやじドルが流通したことになるんですよ。いやそれは法律で何の制限もしてないので、別に勝手に名乗った通貨で勝手に物を買っても何の問題もないんですよ。ただこれを日本円ですよとかアメリカドルですよっていうと偽造通貨なんですけど、これは俺のオリジナルの通貨ですっていうと何の問題もないんですよ。でも多分ね、日本ってそれやると何かで怒られるんですよね。いやその法律上制限がなかったとしてもいかがなものかっていう人がいて、やっちゃいけないことっていうのをなんとなく作るっていう国なので、なのでその嫉妬が多いのもそれで、そのすげえうまくいった人がいて法律上何の問題もないでしょってなったとしても、なんかムカつくけどこういう理由で社会的に良くないみたいなことを言って何らかしらの制限をかけようとするんですよね。なのでその日本は割とそのルールになってないものでもその良くないということに従うっていう国民性があるので、なのでなかなかその社会主義よりも厳しいっていうのはそうなんじゃないかなと思いますけども。